第6章ヨーガの体位体操ヨーガの体位体位操は多くの種類がありその数は数百にも上るとも言われています同じ第2体操でも各洋画指導者によって細かい手順や方法に違いがありますヨーガの体位体操は大きく分類すると体を前こごめする体を後こごめする 体をねじる足を開くその他の5種類に分けられます第1節前小ごめする体位 A 背中を伸ばす体位1座って両足を揃えて十分に前に伸ばします腕は体側に垂れたままとします2上体を前にかがめ人差し指を内側に曲げてそれぞれの側の足の親指に引っ掛けます人差し指が 足の先に届かない人はできるだけ足首に近いところを両手でつかみます3足の親指へ引っ掛けた人差し指ないし握った足を手前に引きながら背中をできるだけ反らせながら息を吸います4静かに息を吐きながら上体を足の上に伏せていきますできれば顔が足について体が二つ折りになるような形になるのが理想ですが 無理はしないようにします。大抵の人は、背骨が硬くなっているため、体を二つ折りにすることは不可能です。無理をせず、少し痛いかなというところまで前駆使して、その姿勢を保ちます。首が前に曲がってはいけません。膝が曲がって床から上がらないようにします。毎日、怠らず一定時間練習すれば、 完全に身を伏せることができるようになります。小腕は肘のところで軽く曲げ、可能ならば肘が床につくようにします。深い静かな深呼吸をしながら、この最後の体位を保ちます。その時間は、はめは15秒くらいに止め、日を追って徐々に長くして行き、最後は1分に達するようにします。6ゆっくりと、はめの体位に戻ります。 これを3回くらい繰り返します。B 側に顔をつける体位。1背をまっすぐに立てて両足を床の上に開いて座ります2左足を膝のところで曲げて左足の裏を右の太ももの内側の下院部につけます右足はできるだけ右肩に開いてまっすぐ床の上に伸ばしておきます両腕を伸ばして 両手で右足を抱え静かに息を吐きながらゆっくりと右足に沿って滑らせてゆき手の届くところまで腕を伸ばしますできれば右足のつま先を両手でつかみます手を前に伸ばしながら上体を右足の上へゆっくり傾けてゆきできれば最後に上体と顔をぴったりと足につくまで伏せれば理想的ですが 無理をしてはいけません上体を弓状にしたり首を前に曲げて頭を足につけるのではありませんできれば胸を足にくっつけるような感じで行います四いはじめに腕は外側に曲がっていますが手が足に沿って進むにつれて下方に曲がり最後には肘が床につくようにしますご無理をしないでできる範囲で上体を 足の上に傾けた体位を5から30秒間保ちます。その間の呼吸は普通に保ちます。6極めてゆっくり上体を起こし足を変えて同じ動作を行います。左右交代で3回くらいずつ行います。C 号書の体位1両足を前に出して座り両足を開いてから膝を曲げ両足の裏を合わせます。 そしてできるだけ合わせた足の裏を自分の位陰部に近づけ両膝は外側に開いて床につけるようにしますできれば両膝が床につくのが理想ですができなければ可能なきり,り両膝を床に近づけるようにします2この姿勢から息を吐きながら両手をゆっくり前に出し腰腹胸顎、顎額の順序に上体を 前方に徐々に倒して行きます。お尻が上がらないように注意します。3可能なら、胸が床につくまで全こごめするのが理想ですが、可能な半、囲えで構いません。可能な限り前イクした姿勢で5秒くらい静止します。4息を吸いながら、ゆっくり上体を起こして元に戻ります。5この動作を3回くらい繰り返します。